下鴨神社境内にある拙者。河合神社は、鴨の町名ゆかりの社河合神社内にある町名の北条庵鴨の町名は、平安時代末期から鎌倉時代前期にかけての日本の歌人、随筆家。俗名は同じだが、読みが鴨の名が明。ネギ、鴨長次の次男。遺械は、十五位下。法名は蓮院。南大部、菊大部とも称される。 鴨モノゴ神社の神事を統率するネギの鴨長継ぎの次男として、京都で生まれた。高松院の愛護を受け、王法元年、十五一下に除舎されたが、上安二年頃に父、長継が没した後は後ろ盾を失った。安本元,元年、長継の後を継いだネギ、鴨のノと延暦寺との間で土地争いが発生して、雪が失脚したことから、長名は、 カモノユウケンとその後任を争うが敗北してしまう。若を年への文化として、琵琶を楽書世の中原雄康に学ぶ。歌人として活躍し、歌早支援の回収として、カモノシゲヤ戦の月詣若州にいる戦士、潜在歌州にも読み人知らずとして日衆している。以降、岩清水宮若宮社歌合わせ、昇示後、土百首、新宮戦歌合わせ、 和歌書千歌合わせ、三体和歌、春税京九十画園、元休詩歌合わせなどに礼し、兼任元年8月、和歌書よりうどに任命された。元休元年、かねてより望んでいた可愛者のネギの職に欠員が生じたことから長命は、就任を望み、後鳥場院から推挙の内も得る。しかし、鴨の御祖神社ネギの鴨の有権が、長男の由来を推して、 強行に反対したことから、長明の希望は必ず、神職としての出世の道を閉ざされる。そのため、後鳥羽院の取りなしにもかかわらず、長明は、大見国甲賀郡大岡寺で出家し、東山、ついで、大原、後に、日野に環境生活を行った。出家後は連院を名乗ったが、一般には俗名をお見読みした、鴨の長明として知られている。元年には、 アスカイマ・マサツネの推挙を受けて、将軍、ミナモト、サネトモの和歌の死として、鎌倉へ下校したものの、受け入られず失敗している。建略2年に成立した北条記は、和刊根古文による文芸の祖、日本の三大随筆の一つである。他に、同時期に書かれた、カローン書の無名章、説話の発信集以前成立、歌集として、 鴨の長町名集といった作品がある。潜在和歌集以下の直線和歌集に25種が日集している。代表作、北条記の北条とは、晩年暮らした世を指す。日野には、いおり跡とされる地や、北条石がある。また、下鴨神社拙者,者の河合神社には、北条の世が復元されている。また、岐阜県江那市宮岩村町には、 カモノ町名が当地で没したとの伝承がある。岩村駅近くの殿カモノ町名塚に付された江那市教育委員会の説明文によると、人前で秘曲を披露したことを咎められて、鎌倉を追われたカモノ町名が当地を漁した鎌倉幕府御家人の加藤慶香戸に、かくまわれたという。辞世の句として、思いきやとを遠く立ち入れて、縁山のべに露紀縁とはと読んだという。 江戸時代の天保年間に岩村藩主が石踏みを混流した。八都ト後の菊家との関連の外、南大部の古希に由来する可能性も指摘されている。111から83、2002。直線作者ブルイ鴨神社を流れる鴨川の支流を指すとも言われる。上皇も行行される鴨神社のお川と表記される場合もあり。鴨の町名が 無情と感じた、平安末期から、鎌倉初期の感染症と災害。ヤフーニュース。2020年12月20日閲覧。カラー版北条記、遺跡、ISBN13-978 から4から2億7303万1596など。北条の料理屋と京都観光ナビオフィシャルサイト、下鴨神社、河合神社、ハット、えー、なえな。 東海自然歩道2018年7月10日閲覧。ありがとうございます。